さあそれでは続きをやっていこうと思います。ではね、窓ガラスとかをねつけていこうかなって思います。ヘッドライトのねカバーもねつけていかないといけないんでね。よし、やってっか。まあ埃が多少ついていても後で払えばいいからね。あ、これってはめれないんじゃない？裏からあれつけちゃったからっていうことは、こいつの辺を切り落としてなんとか強引につけないといけないな。ということでこのサイドは切ってしまおう。ちょっとつけたいけど入るかな。斜めから入れても入らないから、いきなりつまずいた。よし、入った。 OK で接着しますせと。これは余白があるから楽ちんだな。余白があるけど外れてくると困るので、デコプリで後で修正しておきますか。よし、修正じゃないな、補強だね。ちょっとカメラ見えないかな、これだと。ちょっとね、今すみませんね、見えなくて。デコプリの部分はこっちからだとやりづらいな。こう上はいいかもしれないけど、下は先にやった方、そうだな、窓ガラスが他につく前にやっておいた方がいいか。この上の方はこれでちょっと上の方を補強しておいてですね、こうやってやっておくとね、衝撃でも外れなくなるんで、いくらね溶着といえどね、衝撃ではねポロンってくっつきがね 100% しっかりできていればまあ問題ないんですけど、なかなかそれって難しいんですよね、見えないところだから。なじませてね、デコプリでこうやってやっておくだけでかなり外れにくくなるんで、自然にはね、外そうと思えば外せるんですけど、自然にというか、まあ、衝撃で外れるっていうことが非常に少なくなるので、少なくなるだけだからね、取れないわけじゃないからね。ナーベさんがそうやって言ったもんで、やったら取れたとか言ってないと思うの嫌なんで、取れにくく常に曖昧なことを言っておきますいやこれカメラで見えねえよ、これすいませんね、絶対見えてない、ピントも合ってない。ちょっと今度カメラを気にしてやってみよう。ちょっとつけて、このピントが合ってねえよ。こうすれば見えるかな。これのね、この隅っこの部分にね、ちょっとこうつけてあげれば、そんな全体的にやらなくても、まあ3点ぐらいつけておけばよっぽど大丈夫かな。2点だとね、若干ちょっと不安になるんだよね。3点ぐらい真ん中右左ぐらいにねつけておけば。カメラを気にしてやろう。あ、見える。よし、これでこのね端っこのこの部分にね、ちょっとこう3点ぐらいつけておいてあげれば、まあよっぽどねポロンって気がついたら取れてたみたいなことはねなくなるんで。よし、 OK で、サイドをつけますか。これも内側からだね。塗膜で硬くなっちゃうっていう感じもないね。いいね。いや、ここまで来ると形になっていいね。で、
流し込みで流しておきましょう。ボダボダにつけずにね、だけど足りなすぎることなく。上の方やるのはなかなかしんどいと思うので、上の方はデコプリにお願いしよう。とりあえず下の方だけでもこうやってきれいにつけておけばいいと思うので、とりあえずくっつくだけくっつけばね。まあ作業でもしながらどうでもいい話でもするかな。といってもどうでもいい話が意外とないな。かといって重要な話もなく、まあプラモデルをね触るときはね、できるだけ綺麗な手でね触らないと、あの手の油がねベタベタくっついちゃうんでね、気をつけましょうね。結構こうやって見るとのけぞってるな。ハイエースマジで難しいよ。このね作ってみると分かるんですけど、やっぱりね思ってたところがグネグネ曲がってる。うん、くっついたかな。ここ曲がってるな。やっぱりボディが曲がってんだよね。柱一本通した方が良かったかなって思っちゃうぐらいのレベルだな。あんまりやりたくはないけど、こっちからもやるか。まあ四隅ぐらいをちょっとこうつけておくかな。反対側大丈夫かな。こっち側はこっち側で割と綺麗に収まってるな。この間をね、このガラスとボディの間をチュンって入れて、まあ、正直言ってなかなか面倒くさいというか難しいというか。大丈夫かな、いいかな。まあでもこんだけ薄っぺらいものをこうね、モールドもたくさん入った状態で、まあこれだけの平面を出すっていうのは、まあそれはそれでなかなかすごいのかな、金型がって思っちゃうね。柱がこうあるわけでもなくさ。よし、 OK、 ある程度くっついた。で今度はまあどうフロントだとサイドだね。バシッと決めて、一応表から確認していい感じだね。よし、そうしたら、どこが接着してるかな、しっかりと。まあこればっかりはもう適当に入れるしかないんだよな。流し込みね。でこのままあまりギュッて触るとまたムチュってなってしまうので、だけど意外とあれだな、このA ピラーの辺とかそういったところからの何隙間がすごい少ないな。その辺すごいな。だいたいここの A ピラーと窓ガラスのところにね、こういう付け方だと隙間ができてかっこ悪いみたいな風になることが多いんだけど、意外とないな。よし、ではデコプリで補強しますか。いくぞ。デコプリもあんまりモリモリつけてしまうと、中に入るね内装パーツと干渉し始めちゃうんで、そういったところだけね気をつけて。うわ、暗い。こういったところねちょっと補強してあげてね。
塗りすぎないように、だけどしっかりボディと、窓ガラスのね間にちゃんと入り、まあ溶接イメージでやっていけばいいかなって思います。まあ、鍋さんの作り方はね、内装にまでこだわらないんでね、こういった雑な方法が可能なんだけど、結構中までこだわって作られる方からするとね、何やってんだこいつはっていうようになっちゃうんで、まあ私と同じスタイルであれば問題ないんじゃないかな。そういった時はじゃあどうすればいいのっていう時は、まあできるだけ早く乾く2液タイプのやつでポツンポツンポツンとこう塗装してなんとねつけていけばいいかなって、まあそのぐらいしか思い浮かばないな。今カメラ映ってなかったっぽいね。で問題はこの上なんだよな。上入るかな、入らねえな。できるだけ倒してこうやってやっていければいいか。まあ、塗りすぎたなと思ったら綿棒でねちょっと拭くなり伸ばしてあげるなりしてあげればいいかなって。綿棒で伸ばすのは手かもしんないね。今こういう状態になってたら、いや綿棒買ってこないといけない。なんか100均に行ってすぐは買い物忘れちゃうんだよね。あ綿棒買うの忘れたみたいなさ、こんな感じで。これで今ボディとガラスにちゃんとついてるので、ちょっとこれまだ使う。よし OK で、今これだと窓ガラスについてないので窓ガラスの方に巻いてあげながら、あカメラから外れる、すみませんちょっとこれ暗ぼったくて見えづらいな。カメラで映りにくい。よしこんな感じでいいでしょう。でまあ乾くのにね30分程度乾くんでかかるんでね、30分。一応デコプリってなんて書いてるのかあんまり真剣に読んだことなかったな。一応書いてるじゃないですかこういうもんって。飲み込んだ時はそれはいい。凍結厳禁。温度が2度から40度の場所で使用保管する。2度から40度幅広いな。何分で効果は多分パッケージに書いてあったんじゃないのかな。書いてないな。まあしょうがねえ。よし。でまあこれでとりあえずは落ちてくることはないと思うので、接着剤でまずつけておいたから。あ接着剤っていうかね、セメントでつけておいたんでよっぽど外れてくることはないんですけど、2をかけなければ。デコプリはデコプリで、それでもデコプリだけだとね外れてくることあるんでね、気をつけましょうね。ではヘッドライトをつけていきましょう。ヘッドライトにねホコリがついてないか、ヘッドライトカバーか。ハケ、ハケどこ行った？あった。ホコリをねちゃんと取ってあげてね。エアーでシュッシュって拭くのも手だよ。入りづらい場合は干渉部分をね削ってあげるといいです。特にね削る方をヘッドライト側にしましょうね。塗装してあるんでね。昔はよくここ両面テープでくっつけたりしてたけど、今回はこれで十分だな。あんまりガタガタになりすぎちゃうと今度ね接着はできなくなっちゃうんでね、気をつけながらやらないといけないかな。
デコプリでやるの持ってたけどね。だけどデコプリだと内側にねムチュってなっちゃう場合がね多いんでね、ちょっとね好きじゃないんだよね。うまくそれが攻略できればいいんだけど、まあそう簡単じゃないかな。そう、手をきれいにしておくっていうのもこういう時に出てくるんだよね。やっぱりね、手で持った時に汚れてしまうとヘッドライトの中にね指紋が残ってしまうんでね。こんなもんかな。でこの後ねギューってあんまりやらないようにね、ちゃんとはまったかの確認ぐらいにしておきましょう。できた。何度も何度もやってしまうんですけどね、都度ちゃんと光るかどうかをね確認しておいた方がいいかな。あれどっちだ。あ、光るね。 OK、こんな感じ。オッケーで尺がめちゃめちゃ余ってるよと。あとここねフォグランプのねカバーもつけないといけないんで、まあそれはそれでまたやっておきましょう。であとはまだ組み立てがちょこっと残ってるので少し進めます。ちょっと待ってね、サイドミラーの切り出しぐらいやって終わっちゃうかな。サイドミラーいいと。サイドミラーのミラーもつけないといけないね。この時点でもうめんどくさいから、時間がかかるから先につけておくか。要はこれをつけるときもね、ミラーの中っていうのを削り出してプラスチックを出すっていうのはね結構手間なんで、デコプリで済ませておきましょう。この切ってね少しこうゲート跡が残ってしまうのは名前ペンじゃねえよ、タミヤのねペイントマーカーでちょこっとやっておくと少し良くなりますのでやっておきましょう。乾くのがね非常に時間がかかるのでね、一番最後ぐらいに取り付けた後にチョンって当てるぐらいにした方がいいと思います。今やってしまうとこうねベタベタ持つじゃないですか。ベタベタ持った時にね手について他の部分についてえへへってなるんで、まあ最後の最後にねやるのがいいかな。で最後の最後にね回しておくとね、後であやり忘れてたみたいなことがねよくあるんですよね。忘れてたって、意外と写真を撮るときにも気づかないっていうね。でここを取り付ける面になるので、ここをね1枚落としておくといいです。ヤスリでねやると一瞬で取れるので、こうやってやるとプラスチックの部分がね出るので、これでちゃんとくっつきますよという感じです。ミラーもそのようにしたいんですけれど、内側になってしまっているのでね、これそう簡単にはできないので、まあこだわりをね持たれる方はね漂白剤でメッキ落として色塗り直すとか言うても手だけど、メッキはね再現できないんでね。よし、これで、しかもこのねヤスリを1枚当てることによって、ま、結構ね平らがしっかり出るんでね、割とおすすめかな。で、あ、時間大丈夫、まだいいか。そう、取り付ける場合は両面落としてあげないとダメなんで、片方だけメッキをね剥がせばくっつくかって言えばくっつかないんで、タミヤセメントがねプラスチックを溶かしてくれても、片面だけしか溶かしてくれないんだよね、それだと。よし、 OK で
これ向きは大向きこっちか、ツルツル滑るメッキしてるとこんな感じでくっつくねっていう風によく、記憶しておいて、デコプリでよいしょ、すいませんね、まだ詰め切ってない。いやもう花粉の時期なのにやっぱりなんだろうな、あんまり鼻炎薬というかそういうの薬を飲まずに済んでるな。やっぱり常にマスクをつけてるっていうのがあるせいかな。意外とあの普通のね使い捨てのマスクじゃなくて洗って使えるあのねマスク使ってるけど、あれでもちゃんと効果はあるっちゃあるんだなと思って、まあなきゃ何の意味があるんだって感じだけどね。花粉は結構大きいから。はい、着いた。でこれもね、あのさっき言った同じようにね、すぐに乾くわけではない、あの接着するわけではないので、このままね放置しておいてあげましょう。でも今年はだから風邪ひく人が少なかったみたいだね。ただこの時期だんだんやっぱり結構暑くなってくるせいか、マスクしてさいるとさ暑いんだよね、顔がポケーっとしてくるよね。それが結構きついな。汗も異常にかくし、なんか顔が熱くなるとやっぱなんか体が熱くなるな。やっぱり血がねしっかり循環してるせいか、血液が温かくなって体中が温かくなるみたいな感じかな。結構熱い。ちょっとこうやって見るとなんかミラーもね、ミラーはもちろんこうねミラーだからメッキだけど、サイドミラーもメッキパーツだとミラーミラーしててなんかちょっとあれだな、くどいな。まあしょうがないんだけど、よし OK。 この縁だけでも黒く塗ってもいいのかもしれないな。まあ縁だけ名前ペンでねこうやるだけでもちょっとこう具合が変わってくるかもしれない、わかんないけど、よし。まあでもこのままにしておこう。でミラーをね取り付けるのは台座につけた後でもいいし、もう完成間際の方がいいですね。やっぱりこれから合体とかいいっていう風になると、ね外れてしまったりすることがねよくあるのでね。よし、ということで今日はこの辺かな。まあ時間もいい感じになりましたね。よし、ということで今日はこの辺にしたいと思います。ではね、次回は合体ができるかなと思いますので、また見ていただけたらと思います。だまた、じゃあね。